ス、ヨハネス・ティンクトーリスは、フランドル出身のルネサンス音楽の作曲家。没後は、むしろ音楽理論家として名を残した。オルレアンに学び、同地の聖歌隊長を務め、シャルトルで少年聖歌隊の指揮者を務めたこともあった。1460年に4ヶ月間、カンブレー大聖堂に雇われたために、最晩年のギヨーム・デュファイに師事したと推測されている。少なくとも、長老世代のブルゴーニュ学派を知っていたに違いない。1472年にナポリに行き、余生のほとんどをイタリアに過ごした。ティンクトーリスは数多くの音楽論を出版している。取り立てて独創的というわけではなく、ボエティウスやセビーリャのイシドルスらからの借用も含まれているものの、同時代の作曲家に使われた技法上の実践例や手順について、非常に詳しい記録となっている。ティンクトーリスは最初の音楽辞典の執筆者でもあった。他に境界線法論やプロポラツィオ論、デュファイからジョスカンまでの西部諸法や火星法の変遷を追った対位法論などの著作がある。当時、ティンクトーリスは作曲家として、また音楽理論家として非常に影響力のある存在だった。ティンクトーリスはミサ曲やモテット、シャンソンを作曲した。作品はほとんど残っていないものの、複雑だがよどみなく流れるような対位法への愛着や、極めて低いテシトゥーラへの偏愛が認められる。ティンクトーリスは、聖職者や詩人、数学者、法学者としても有名である。画家としても秀でていたとする記録も残されているが、彼の絵画は現存していない。ありがとうございます。